きチャンネル。じゃこんにちは。さあ今日はですね、はい、まあ、その前にですね、はい、前回の動画で大谷翔平と里崎 の、はい、なんかあの打席のデッドボールの件がですね、はい、あの今 SNS 上でちょっとバズってまして、はい、動画がいっぱい出てるんですけど、はい、なんか問題ありますっていう。お、肘当てがあったからデッドボール当たっても、まあ、あんまり痛くないっていう、うん、そうそう、そしたらなんか大谷どおりの 1打席しか勝負してないんだけど、で肘当てに当たったっていう話でね、それが今なんかちょっと動画がいっぱいバズってて、その元の映像のところがなんか10倍ぐらいに再生数が上がってました、はい、残ってるもんですね、ねえ、うん、でもあれ私も見ましたけど、うん、完全に当てに行ってましたね。いや、別に技術、今日はですね、はい、今後どうするのあなたっていう選手について、はい、人生を変えられるかどうかが勝負になってくるよねっていう。変えられるかもしれないし変えられないかもしれない選手、こういくかもしれないしこういくかもしれないし、こうなんかどっちつかずになっちゃうかもしれないし、うん、何が正解か分かんないよ、はい、何が正解か分かんないけども、どっかにやらないとこうなどうするんだろうねっていう選手です、はい、まず一人目です、はい、広島カープの坂倉選手、はい、今年ね打率3割1分5厘、ね、133安打ホームラン12本、打点68、はい、めっちゃすごいじゃん。すごい。でも、今後の判断次第で人生が大きく変わります。何の判断ですか？どうするっていう、今後ちょっと考えなきゃいけないんだよ、全員、本人も含めてね、はい、だってやっぱキャッチャーはさ、相澤とかがいるわけやん、はい、まあ、石原とかも今年出たりもしたし、だからファーストキャッチャーとか併用してたり、はい、ずっと併用でいくのか、うん、あ、どっちかに絞るのか、絞るのか、キャッチャーいっぱいいすぎるから、広島もキャッチャーいい捕手多すぎる問題っていうのがあって、うん、言ってましたよね、うん、だからそこで坂倉もこんななってるんで、相澤もまあね、うん、欲しいし、うん、どうするっていう。そっか、どっちかにでもいい。でそうしないと、うん、外国人もどのポジション取ってくるがあるから。あ、そっか、外国人もあの、まあ、プロも退団したし取ってくると思うんだよね、うん、ってなった時に今の、まあ、カープの守備陣形でいうと、まあ、キャッチャーでしょ、うん、はい、でまあ、ファーストが空いてるから坂倉守ったりしてるし、はい、で菊池でショートは小園でサード林、はい、で外野が西川で最後ね、宇草がセンターにいたんで、鈴木誠也も抜けるからね、はい、だから、まあ、ポスティングでね、もしメジャー移籍したら、はい、っていうところで考えると、まあ、外野一人取るね、うん、外国人、はい、で次ってなるとファーストになっちゃうじゃん。これ坂倉どうしますかね。キャッチャーじゃダメですか。 いいよ。でも相澤もいるじゃん、はい、そこどうするっていう。なんか3割1分5厘持ってるのに、うん、半々で休みってもったいなくない？もったいないですね。でもそんだけやっぱ打てるキャッチャーはいいキャッチャーだって言ってるじゃないですか。 でも相澤も打つからね。今年怪我もあったけど、成績で言うと去年は打率2割6分6厘ホームラン7本とか打ってるしね、はい、坂倉選手若いのでキャッチャーを辞めちゃうのはちょっともったいない気はするんですよ。そうだね、うん、でもだからどうするんだろうねっていう。で外国人どのポジションを取ってくるのかもあるし、まあ、そうですね。次期広島の正捕手を担える存在なわけじゃないですか。そうそうそう。でもまあ他のやつもね、うん、いっぱいいるわけじゃん。コンバート、キャッチャー、外国人どこポジション取るみたいな。ずっとファーストキャッチャー併用ダメなんですか。いや、そしたら坂倉がキャッチャー行った時、はい、ファーストどうするって。そして2番手が行くことになるやん。そっか、そうですね。そう、戦力落とすじゃんね、はい、だ外国人も取ってこれないじゃん、はい、ファーストの、うん、外野2枚にしますか、外国人みたいな、はい、難しいですね。難しいでしょ、はい、だからどうするんだろう。だ今後の判断次第で本人がこういくか、はい、こうなるか変わっちゃう、ね、うん、まあ、どこでも マルチポジション守れていいんだけどね、はい、マルチポジション守りすぎるとゴールデングラブベスト9が取りにくくなるから、はい、それを取れるかどうかって結構大きなね、うん、あの違いになってくるから、タイトルがあるかないかと、うん、そういった面ではもうどうするんやろっていうね、うん、ちょっと今後注目みたいな。そうですね、うんうん、で続いてが、はい、日本ハム河野投手です。ああ、これはリリーフか先発かってことですか。そう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 、はい、やっぱ俺はもう今のその河野の持ち球、うん、チェンジアップとフォーク系ツーシーム系を、はい、こういつ何時でも制球よく投げ切れるっていうのができないから、うん、結局先発で投げてても苦しいよね、はい、投球があと長いイニング投げきれないっていうところと、このいい悪いでちょっと波ができすぎるから、あれってやっぱり1年間先発ローテーション守りきれないと思うんだよね、はい、でも逆にリリーフで投げてる時はめちゃくちゃいい投球してたから、はい、もう今のスタイルでいくんだったらもうリリーフの
エースに目指した方がいいし、先発行きたいんだったらもっと真剣にチェンジアップフォークツーシームっていうところをもう本当にツーボールスリーボールかでも取れるような制球力を身につけなきゃいけないから、でどっち行きますかっていう、今もうね中途半端、どうなん本人の意向としてはどっちなんでしょうね。先発やりたいんだったらそれも真剣に覚えなきゃ無理だからね、正直だ今後どうすんだろうなっていう。でも自分がもしかしたら先発でもどうしてもやりたいから頑張ります、まず2軍からって、言うんだったらもうこのオフから休み返上でこのチェンジアップフォークツーシーム系をもうどれか一つもう自由自在に操れるように練習しなきゃいけない、うん、そうですね、うん、そうしないともうなんかこう鳴かず飛ばずで言うみたいな感じになるし、はい、でももう俺はもうリリーフに特化してもいいんちゃうかと思うけどね。うん、でしかも今年はまだコロナでね登録人数が29人と31年メンバーで多いけども、もし来年から戻って29、30、26に戻ったら3人減るから、ね、登録メンバー、はい、で全体のメンバーも疲れるから、うん、そういった面ではちょっとこう選択ちゃんとしなきゃっていう、そうです、どっちかに絞ってがっちり絞っていかないとやっぱその、ね、しっかりと守っていけない、はい、一軍のポジション、ね、うん、でどっち中途半端になるから、はい、だからずっと言ってるけどもう本当先発にこだわるんだったらそれを覚えなきゃいけないし、うん、今の感じだとリリーフの方が適してるんちゃうかなっていう、はい、でもう一人が、はい、ロッテの和田選手です。おお、ダイソーで大活躍の盗塁を、はい、取ってね、なったけど、うん、もうあの確かね1軍の打席が20数打席しか立ってないのよ。出場した選手は96、うん、で盗塁が24で盗塁を取ってたけど、はい、24打席しか立ってないのよ、うん、1年間で、はい、チームとしたらすごいありがたいね、はい、本人としたらこのままだったらもうこういう感じで終わっていく、レギュラーになれない、ダイソーのスペシャリストとして終わってしまうかもしれない。そう、でも1軍に置いててチームとしては必要だけども、うん、試合に打席立たないのにこうやって1軍に置いてると能力上がっていかないから、うん、はい、であのクライマックスでも最後出てツーベース打ってんだよね、はい、スタメンで出て、うん、だからレギュラー目指すんだったら2軍に行く覚悟もいるわけ、そこでバッティングを鍛えると、うん、さらに今後どうするんですかっていう、難しいですね、レギュラーになれないんだよこういう使い方だと、チームにとってはすごい大事、はい、組織としては大事ですけど、うん、個人としたらどうするのっていう、難しいな。でも2軍にじゃあもうバッティングスタメンになるためにバッティング鍛え直してきますって、そこからじゃあ上がってこられる保証はないわけじゃないですか。あとチームにとってはそのダイソー使えないでマイナスになるから、ね、はい、そうか、1軍に置いておきたいわけですしね、うん、でもこのまま今のポジションのままだったら、うん、もう若いのによ、22歳よ、だから打席感なくなりますね、全くない、まあ、それなのに、うん、あのクライマックスで打ったのはさすがよ、うん、ツーベースね、はい、でも外野で見ていくとよ、うん、マーティン、はい、多分残留、荻野、うん、センターしかないわけ、はい、藤原、岡とか、うん、と争っていく感じだよね、だからそこをもうどうするんだろうねって、もう人生だって24打席は少なすぎるからね、ここ本当ね個人と組織の問題なのよ、そうですね、うん、どうすんだろうって、打てるようになっ、さらに打ってスタメンに入ったら確実ぐらいに、それはだってあのシュートがあのダイソーですごい走ったけど次の年レギュラーになって50個、はい、試合数120試合なのに50個ぐらいしたじゃん、はい、っていうのがどういけるけど、でもそれを今のままの使い方だったら打席立てないから、はい、立てないですね、うん、レギュラーを取りに行かないといけないです、うん、けどどうすんだろうねっていう、今がもう一番のこの成長する時期だから難しいよ、はい、佐藤さんだったらどっちがいいですか、2軍に行くか大将要員で1軍にいるか。まあ俺だったらまだ若いから、うん、もう打撃磨くために2軍で勝負してもいいんちゃうかと思う、若いからね、これがまだ28ぐらいだともう割り切っていけるけど、うん、だってまだ若いのにスペシャリスト要員って、うん、ちょっと辛いですね、ちょっとなんかね、うん、もったいないじゃん、いい選手のだけに、はい、でも監督がもうよしもうこっから我慢してずっとスタメンで使うって言って使ってほしいですよね。でもそしたら藤原とかもいるから競争しないで使うと、ちょっと話してもらって、それで勝ってたらいいけど勝てなくなるからね、あれだから、ね、難しいですね、選べないです、そう、うん、めっちゃ難しいのよ、もう上の判断に任せるしかないですよ、でも上の判断次第で自分の成長期が終わっちゃうの、あーそっかー、一生ダイソーみたいな可能性もなくはない、なくはない、それでもずっと自分見られる風力上がるんですね、その通るようになってるから上がるけど、はい、一定以上上がらないよ、だからここ難しいよね、でも今後どうするかによってこの和田自身の人生も変わっていくから、はい、まあ、ちょっと注目してみておきたいなっていう、ね、そうですね、だからこの今日挙げた坂倉、はい、川野で和田、はい、今後どうするかによって大きく人生がね変わる可能性があるんで、はい、
まあ、何が正解かはね、うん、正直分かんないけどね、はい、本人がどの道を選んで成功にしていくかをまだ見ときたいし、ね、うん、そうです、見守って、うん、そうですね、うん、注目していきたいですね、はい、皆さん、あなたならもし自分がその立場だったらどうお考えですか。